シャフリホドロフットボールクラブはイランラザビー・ホラーサーン州マシュハドを拠点として活動するサッカークラブペルシアン・ガルフプロリーグ所属2013年にパディーデー FC として設立されたホームスタジアムはクラブが所有する27,700人収容のイマームレザー・スタジアム本項目では全身のメス・サルチェ・シュメについても記す ケルマーン最大の同生産量を誇っていたサルチェシメ鉱山を所有している会社が母体となりメスケルマーン FC らのクラブと共に1998年に設立された過去4年間でクラブは2回昇格を果たし大きな成功を収めた2008から09シーズンにリーグ2で1位でアーザーデガーンリーグに昇格を果たす2009から10シーズンは5位だったが 翌2010から11シーズンにグループ B で優勝し、ペルシアン・アルフプロリーグへの初昇格を果たす。翌年再開で1年で降格し、翌年のアーザー・デガーンリーグで昇格プレイオフに敗れる。2012-13シーズンが終了した時、メスはプロサッカークラブの運営継続を断念。2013年7月、クラブ運営権を レストランや建設業を手掛けるパディデ・シャンディーズに売却した。新しい所有者は、クラブの拠点を、ケルマーンからマシュハドに移し、監督として、アクバル・ミサギアンを招聘。パディでは次のシーズンにペルシアンがあるフプロリーグへの昇格を果たす。次のシーズンには、レザエ・ナヤキとミラン・ヨバノビッチを獲得し、2014から15シーズンのハズフィーカップの準決勝に進出したが、 PK 戦でラフトテヘランに敗れる。2018から19シーズンは4位となり、シャフリホドロ FC として AFC チャンピオンズリーグ2020プレイオフ2回戦に参加。プレイオフラウンドではアブドゥンラービンハリーファスタジアムで行われたあるスイーリーアとの一戦でスコアレスドローとなり、PK 戦後から4でクラブ史上初めてグループステージに進出。 イランから13番目の ACL グループステージ、進出クラブとなった。パディーデとトラークトゥールサーズ EFC との試合。イマームレザースタジアムは2017年1月に完成し、2017年3月14日にチャハールシャンベスーリーの日にオープンしました。現在の本拠地はマシュハドにあるイマームレザースタジアム。スタジアムは2000ヘクタールのアクア。 スポーツコンプレックスの東側にあり5.4ヘクタールの面積がある。サッカースタジアムに加えて、この複合施設にはテニス、バスケットボール、バレーボールアリーナ、スイミングプール、水収集など10のスポーツサロンがある。複合施設には、円形劇場、会議ホール、食堂、博物館、コーチングクラスもある。1選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。